では続きます。あのね、また戻るんですけど、このね、事件が発生するっていうのはね、要するに、文切り型でもあるわけですよね。で、やっぱり事件っていうのは発生するもんだから、やっぱり私はトートロジーだと思うんですよ。まあ、あの、反論もあるとは思うんですけど、何か言い方があるはず 事件が発生する事件が起こるだからそもそも事件を使ってる事態で何かやっぱり不自然だなっていう感じがする。これ文切り型なのは確かですよね。トートルジーなのかどうかは別として。ピントが合わない。嬉しそうに笑みを浮かべるっていうのもアウトですよね。 どこまで行ったっけ歩き始める照れ臭いあ、心臓が高,高なるもかなりひどい。ひどい、あの、モンキー型ですよね。言葉を失う。歩き始める。歩き始める。歩き始めるはやっぱり使わない。あまりにも当たり前の言葉だから。なんとかちゃんが、 そこにずっと座ってたんだけどまた立ち上がって歩き始める歩き始めるんだよなんかうっかり返いちゃいそううっかり返いちゃいそうな感じがする肩を並べる人通りがない顔を近づける口角が上がる私だったらやっぱり言わない人通りがないこの道にはあんまり人通りがないんだよ 長くやっぱりしっくりこない。ちょっと待って。人通りが、人通りがない。この道には、今日はいつもは人間だからんだけど、今日は人通りがない。人通りがやっぱり言わないかもしれない。これはね、結構4ぐらいだったかもしれない。でね、目を見つめるって書いた人がいて、これね、あの、血がつかないかもしれないと思うんだけど、 やっぱりね、目は見つめない。他のことを見つめても別にいいんだけど、パソコンを見つめましたとか、今日は、今日はあのー、ピンとはなくすいません。ちょっと待ってね。そうそうそう。他のものを見つめるんだったら、まだいいんだけど、 目を見つめちゃうと、やっぱり目と見るっていうのがかなり近い言葉だから、やっぱりトートルジーになっちゃうこれもね、説明するのは結構難しいもうセンスの問題だからね。センス、センス、言葉のセンスを磨きましょう。顔を近づける。これはまだ罪が軽いですね。口角上がるちょ、ちょっと微妙ですね。首を振るもね、私は何とか中に言ったことを、 ちょっと気に食わなくて、私は首を振りま、首を振りました。なんとかちゃんはあ、なんとかちゃんに同意しなくて首を振りました。首を振るはね、やめたほうがいい。ブキラブは絶対やめたほうがいい。どっと笑うもね、かなり、かなり罪がもう、舌鼓を、舌鼓を打つ。これ書いた人ね、漢字間違ってた。うん、なんか、あ漢字間違ってるなと思った。 舌包みを打つ。これもね、言っちゃいけないですね、もうね。絶対言っちゃいけない、これは。かなり罪が重い。コピーうな目これも私だと言わない。証拠を消し去る。証拠を消し去る。証拠を消し去るも微妙だな。でも私,私だと書かんないな。 記憶が鮮明に、これはね、これはね、4っていうより5だな、やっぱり。記憶が鮮明に、鮮明に、記憶じゃなくてもいいんだけど、何かが鮮明によよみ蘇るっていうのは、やっぱり、とうとうとうじゃないや、思い切りっきり鮮明に蘇る。胸が張り、これはね、結構ね、立ちが悪い。これは言っちゃいけない。これは当たり前。 当たり前のこと言っちゃいけないでねナイフを突きつけるまあこれもまあひどいひどいといえばひどいこれはね言わないほうがいい正義がないこれも言わないほうがいい当たり前すぎる他のことを言う現実を突きつけられるこれも結構罪が重い現実を突きつけられるやっぱりねあのー、若い人 ちょっとはね、若い人は特に言わないのに、罪を犯すなんかもうなんでこんなこと言うのみたいな。なんでこんなこと書いちゃうのっていう感じで、どこまで行くのこんな話。もうどんどん続いていく大騒ぎする大騒ぎをする目撃者が現れる何気なく見るでね、ガラスのハートっていうのはね、あの、 この意味はわかるんだけどやっぱりこれ変いちゃうとモンキリ型になっちゃうなあのかなり個性的なモンキリ型なんだけどモンキリ型としてはガラスのハートでも,もう彼はガラスのハートなんかね意味もねよく通じないんですよガラスのハートだから強いのかそれとも脆いのか これも判断に、判断、判断に。イムズのように消えるこれはかなりひ、あの、罪が重いでこれもかなり罪が重いで、これトートルジーなんですけど、ほんの数ヶ月ぶり数ヶ月ぶりほんの数ヶ月ぶりやっぱりほんのと、ぶりが一緒に来ちゃうと、 おかしいんだと思う。ほんの数ヶ月ぶり。ほんの数ヶ月ぶり。なんでやっぱおかしいのほんのだから、ほんのはやっぱり作っちゃダメだな。数ヶ月ぶりだけでたくさんで、ほんのを作っちゃうとここで言ってることとここで言ってることが同じになっちゃう数ヶ月ぶりなんだよ。ほんの数ヶ月ぶりなんだよ。これもね、説明が難しい。本当に難しい。ほんのニュアンス。 ちょっっとしたニュアンスなんですよねこれってほんのすげえお手の物なんは絶対使っちゃダメこれはかなり罪が重いこれは絶対ダメでねもう完全に見えるっていうのはねこれ絶対おかしいだって目の前に見えるんだからあの大、ー、体この目とこの目とあのー、目が 見るものが並んじゃうとやっぱりね変だってことになる眼前に見える目の前に見えるってことですよね目の前にあるものはやっぱり見えるもんだから見えないわけないからこれはやっぱりおかしいでもこれがやっぱりねおかしいと思うにはやっぱりセンスがいるから これは言葉のセンスがいいとこに出てくる。センスが問題だから、ちゃんとあの、勉強して身につけるしかない。完全に見えるわ。歴史をこれもかなりひどい。ほどなくはまあ、ほどほど。出迎えルはね、私は言わない。一目見る。これも考えた方がいい。値段の終わりに私は言わない。様になるは微妙。 センスがいいわね。別に言ってもいいんだけどね。これ、どういうふうにセンスがいいかってちゃんと説明したくないと、これだけだと、やっぱり,文切り、文句言い方代物もね、あのー、現代の人は使わない。なんかもう、どん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 出てくるから、ちょっと待って、ちょっと、あのー、はしゃるかもしれない。 話を交わす、軽口を叩く、口を開く、乗り込むやいやって書いた人がいて、これは言わんだろう。こ声では弾まなに、これは言わんだろう。気がねなく、これトートロジーですね。綺麗に揃えておく。で、これがね、トートロジーだってね、やっぱり気づかないのは、まずい。綺麗に、 と、揃えるは同じ意味だから、これは一緒に使えない。綺麗に揃える。これは、いや微妙なんですよ。説明もむず説明は難しいんですよ。部屋に上がるよ、いいのにゃ。旗と気がつくは結構,結構や、結構やばい。これも結構やばい。できれば言わない。これは,ぜこれは絶対言わない。これもね、言わない方がいい。 目を走り出すもんのこれは微妙なんだけどあのもうちょっと言い方ができるこれはちょっと当たり前だからでねこっから下はね全部同じ人が一つの小説の中で書いた結構長編で結構ねストーリーはそんなに悪くないんだけど23人ごとにこれが出てくるからやっぱりこの小説どこおかしいなっていう気がするんですよ。 煙をゆっくり吐き出しました。タバコを灰皿に押しつけました。あのねこういうことをね書いて自分で気がつかないといけない。蚊の泣くような声っていうのは小さい声なんだから両方言えない。トートロジーのいい見本ですよね。これ許可書に出したいぐらいの。でもあんまり言わないけど。 合点したようにうなずくこれとこれ同じ意味ですよねこれもトートロジーですよねかなりひどいトートロジーこれはねバイト代と奨学金の計算をしながらやりくりするってことして言ったんですけど計算をするのとやりくりするのは同じことですよおかしいですよこれもおかしいですよステージに立つ私は女児だ ステージに立つのは女優に決まってるし、女優はステージに立つのが決まってるから、これもトートロジーですよ。自分で気がつかなきゃいけないですよ。唯一の主役、これも主役っていうのは一人らしかいないんだから、唯一の主役って書いちゃうと、これ、やっぱり気づく人は気づきますよ。こういうことを書くと、やっぱりあの、この人の作品はね、悪い作品じゃないんですよ。 結構ね、長くてね、本当にね、あのー、真剣に書いてるあの、ストーリー悪くない。悪くない、悪くない小説なんですよ。ただ、ただ、ただ、これがもう本当に2、3、2、3、4億に出てきちゃうから、爪が甘いとか、10倍と, <laughs> とか、え、なんで、本人はね、なんでね、私わかんないんですよ。なんでこんな書き方するんだろうって。せっかくいい、いい小説書いてるのに、 同じこれ同じ人なんですけど同じ小説の中に「蓋を開けてみると」とか「小小首をかしげる」とか「気の利いた発言」とか「居場所を作る」このタバは結構ひどいですよね。これは言っちゃいけない小説の中で言っちゃいけない。あのこういう当たり前のことは言っちゃいけない。 これも当たり前のこと、これも当たり前のこと、これも当たり前、これは絶対言っちゃダメ。こんなことを言う,言うんだったら何にも書かない方がいい身の丈にあって、これもかなり罪が,罪が深いですよね。身の丈にあった暮らしはね、絶対言っちゃダメ。紋切り型。完璧に。これは言っちゃダメ。薬って笑っちゃダメ。 ニヤニヤもダメだしゲラゲラもダメだし笑うっていう感じがつく時は本当に本当にに当に,本当にあに気をつけないつだね。で離婚届が受理されました。これはねモンキー型じゃないと思う人もいるかもしれないけどやっぱり離婚届は受理されるもんだからあの